熊谷あるある、あ、暗い。あんまりないよね。いや、あります。ある。まず、都市は強風がち。そうだね。基本強風。強風だね。本日は、会長杯準々決勝ベスト8です、TIU との大学生とのゲームです、今日はですね、社会人チームの泣きどころといいますか、ここまで人が揃わないっていうようなぐらい人がいませんが、まあまあまあそれでも負けていい試合はないので、控え組の選手たちのチャンスのリーグ王者であろうが勝って全国社会人の関東予選をまず決めてほしいと思います、熊谷は風が強くて寒いです、頑張っていきましょう。おい、センターバックで、はい、一応仮なんですけよし
よし、こまちゃん、よし、じゃあ魂魂、はい、今、よっしゃー、よっしゃー、はい、軽くゆっくり、よし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 、0ということで、前半ちょっと風下でロングキックとかで、ね、押し込まれたり、ちょっとセットプレー与える機会が多かったんですが、なんとか耐えて、まあ、風にもちょっと慣れながら徐々に相手のゴール前に運べるようになってきたので、まあ、試合はゴールゴールかなという感じですね。後半頑張りましょう。
あそこはそこ。はい、試合は1対2ということで、最後ちょっともったいないね、あれね。まあ全部セットプレー絡みで失点したんですけど、 PK まで持ち込みたかったなっていうのは正直ありましたけど、まあ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 、まだ、天皇杯は終わりましたけど、関東じゃない、全国社会人か、全国社会人の関東予選が枠がまだ残っているので、プレーオフがあると、まだ終わってないので、はい、頑張っていきましょう。